養老町長の大橋でございます。養老町は豊かな自然と悠久の歴史を持つ町でございます。717年には時の女帝元正天皇が行幸され、その美しい泉に感銘を受け元号を養老に、改元をされました。孔子伝説でもそのエピソードが語り継がれております。親孝行や若返りといったキーワードのもと、1300年後の2017年には養老開元1300年祭を開催いたしまして、交流人口の拡大、地域の活性化を図ってまいりました。また日本の滝100選に選ばれている養老の滝を中心とした養老公園は、そこからの素晴らしい眺望と緑に囲まれた自然環境により、子どもさんから大人まで多くの人に愛されております。また本町は焼肉店が多く立ち並ぶ焼肉街道でも知られており、県外からも含めて多くの方々にお越しをいただいております。食肉産業が盛んであり、美味しいお肉が安価に食べられることから非常に好評をいただいております。昨年には仙人塚一号古墳が政能地域でも有数の円墳であることが発掘調査の結果判明いたしました。町内の歴史資料にも新たな1ページが加わりました。養老の滝からも最も近い古墳でありますので、多くの方に見て知っていただけるような形で保護をしてまいりたいと思います。養老町はこのように多くの魅力であふれております。歴史、自然といった本来の養老町が持ち合わせている地域資源に、次世代健康などの新しい付加価値を創出しまして、本町の魅力の磨き上げを推進してまいりたいと思います。養老鉄道養老駅の駅舎をはじめとした歴史的な建造物や養老公園が持つ自然美の眺望を生かし、次世代技術のヘルスツーリズムを取り入れ、地域資源が複合的に連動する仕組みによりさらなる魅力を発信いたします。また地域住民の皆様との競争により、新たなお土産品、特産ブランド品の開発にも取り組んでまいります。養老の魅力たっぷりの商品を開発いたしますので、ご期待いただきたいと思います。東海環状自動車道養老インターチェンジと名神高速道路養老サービススマートインターチェンジも開通をしており、養老鉄道から眺める景色も非常に味わい深いものがございます。お車や鉄道でぜひ養老町にお越しをいただき、魅力満載の養老ブランドを堪能いただきたいと思います。心よりお待ちを申し上げております。